どうもー、こんにちはっす。はじまでーす。設定がめんどくせえ。まあね、トレジャークルーズじゃなくて、ゲームウィズで調べますよ。適正ギア。本当にさ、ギア、本当に、その武器に合ったギア、本当できてんの？この人たち。おい、イメージすら出てねえじゃん。僕じゃねえの、マジで。バカや、マジで。早よしろ、マジで。嘘でーす。スロッシャー必戦。なんで乗車中なんだよ。なあ、どのギアがおすすめって。アンケート書けよ、マジで。LINE 2.5本とか、ほんと分かりづらいな。買わない、買わない。待って待って。マジでこの動画世に出すのはやめとこう。いろんな人を傷つけちゃう。と言いつつ、自分のエゴでやってまーす。やめようもう、人を傷つけちゃう。ということで、必戦ってどのギアが強い？どうしようかな。フォッカス？だって今回筋肉ないじゃん。でさ、能力値アップとか分かりづらいんだよ、ギアの性格にさ。それがダメだよ、今回は。本当に。1の方が良かったわ、やっぱりそう思うと。1が全てがマッチングしすぎてた。なんかダメだよね。やっぱ1の方が良かったって思うわ、ぶっちゃけ。なんでかっていうと、1の方はギアパワーのちっちゃいギアたちが何がどんな強さなのかっていうのが分かりやすかった。飛距離アップとかね。だから、今回、まあ分かりづらいので言うと、まあギアスペシャル性能アップ。で、サブ性能アップとか、相手インク影響軽減とかさ。で、なんか分かりづらいものが多すぎるよね。どうしようかな。受け身やろうかな。受け身。強そうだな、受け身って。でも思ったけどさ、こんな早くランク20になってないよね。なんかあんま楽しくないじゃん。そんな目新しくないからランク上げるのがめんどくさくなっちゃうし、マッチングが悪いからさ、なんか、チューブ機を使いたい。国際かな。じゃあ、インク効率アップだな。インク効率アップ。マニューバーちょっと極めるわ、俺。あ、ジェットパック、じゃあ、ゴミだ。ホットブラスター極めるわ。俺し、ホットブラスター極めるでござんす、ビザンツ帝国。まずね、櫓がね、難しいんだよ、櫓むずい。矛とエリアは絶対楽しいもん。櫓ほんとゴミだよ、マジで。ゴミ。櫓マジゴミだわ。ゲームイズ分かりづらいな。本当分かりづらい。てかね、まずスプラトゥーンをさ、文字で表そうとするとむずくね？ LINE 2.5 って、まず LINE の基準が分かんない人がいるじゃん。だからまず、やってて当然だよねって言って、LINE の長さがどれくらいかっていうのをある程度知ってこないとダメだし、LINE が2.5っていうのも基準が分かんないじゃん。あ、それは分かるわ、さすがに。ホットブラスターって強いかな？俺、強くないって前言ってやめたんだよな。あれ、まだね、インスタダメや。ポイズンつける。強いでしょ。で、必戦が向こうから来てる。まあ、ここからね。そっかい。あんなん当たんの、必戦。強っ、必戦。もう必戦にするわ。だって必戦の方が強くね、ブラスターより。で、必戦強すぎじゃね、今回。パワーバランス崩れてるよ。来るでしょ、どうせ。来ないな。誰？
どこ？そっちか。あ、待って、それはないよ。ああ、ほか強いけど。ああ、強くないわね。おお、強い！直撃。やめよう。引き際をしっかりと。マジで必戦注意だ。ああ危ねえ、危ねえって言いながらやられてるな。あ、でも結構ポイズンボールってなんかポイズンインクだよね。なんか今回名前も分かんないんだよな。ポイズンボールは毒結構強めかなって思う。そこにビーコン置いてどうすんねん。まあ、ビーコンのインク、ああ出た、そういうの。障害物がほんと今回邪魔。俺嫌な係りしよう。嫌がらせポイズンマン。ああ強いな。おお、俺の今のエイム神。突撃してくるかな、あいつ。早っ、ま、スプラッシュボム。スプラッシュボム避けようがないな今回。あんなん着地すぐして爆発だったなんて。もう滑舌が疲れてきた。もうやだ。もうやめだよ、もう。もうスプラッカーやってるな。楽しいうちはいいんだけどな。乗ろ、今はまず。乗って、一人でしょ？どこに誰がいるかっていうのさ、把握しなきゃいけないじゃん。インクアーマーされたか、めんどくさ。よっしゃ一撃、これじゃ強えのはバコーン。もうマジで夜の5時だから、いや夕方の5時でこの音量はでかすぎるな。テンション上がるもん、ストレス発散でも今までやられたもん全部ぶつけてる感じ。あ、これ普通に向こうから行けばいいんじゃないの。あ、今回向こうから行ける？行けた。ここからさ、裏取りすればいいね。あー、マジでやる気ないわ、本当に。あんま、裏取り強くないな。あ、乗られちゃってんじゃん。暇だな。俺が来ないかな。あー、俺が裏取りしたせいでさ、あ、柱で操作するの違うわ。そういうのなえるわ、そういうのなえるわ、うん、ちょ受け付けてないな、そういうの、うん、なえるわ、マジで。え、誰？よし、倒した。これがうざさじゃ。警戒してるね。進めなくていいね。どこに誰が来るんだろう。これ勝ったかな、本当に。1の僅差で負けてるかもしれない、下手したら。勝った、勝ち申した。強いな、ホットブラスターって。でももう割れそうなんだけど。お、揃うか。ゴミじゃん。6万ないしな、俺手持ち。クリーニング代2万って高えな。
な、1個あたり何円だ。あ、そうそう、2万円割る3ってなんかできなかった気がする。20割る3、あ、6666円か。無理な話だ、俺には無理だ。なんで世の中割れないものっていうのがあるんだろうね。うざいね、ほんと死んでほしいわ。ペダルなんて、まあなんでみんな初動が同じなの。それ死の死を招く理由だよ。ここで隠れてるわけですよ。あのマジこれやらない。はい、もうこれでおとり大作戦。あー、いくわ、やべ。え、ジェッカスか。ジェッカス強いけどな。ジェッカス弱いもんな、対人戦じゃ。ゴミだもん、あんな。四角であの遅すやつじゃ弱いけどさ、普通に遠距離戦だとバリ強いよ、マジであれは。誰？マジか。めんどくさいな。第一関門に到達された。結構いいよね、今回第一関門っていうのを、ま、設けてもらって。待って、それジェットミサイルはダメだわ。あ、ジェッカスだ、死ね、お前ら。あ、バリアついてる、あいつら。どこいんだ相手。あ、インクアーマー強強ない。インクアーマー連鎖現象起きてる。これ無理だな、無理だわ。相手がスペシャル祭りしてる。あ、負けた人だもん。そこで止まってくれ、死ね。でも今回いいよね、そのクラッシュ性で一気に落ちるっていうの結構俺はいいと思う。グッチョブ、グッチョバ。前の数字性の方が良かったな俺は。うん、数字性の方がいい。変えて全部悪いっていうね、今回。バグもすぐ変えやがったしな。あ、これ今回俺たちが悪いわ、完全に。2123なんてさ、ゴミじゃん、こんなチーム。ゴミチームじゃん、こんな。これ俺たちが悪いです。そう、です。脇かゆい。脇かゆい。あそこは裏から入った方がいいな。相手がこうやって来てるときは。前から言ったら絶対勝てないの。あんな。無理、絶対。裏から行った方がいいわ、あれは。うん。横からとかさ。横からどうかできるか。でもさ、遠距離攻撃のやつがいたら無理じゃね、あんな。で、仲間が死んでて一人で。戦えないじゃん、そんな。仲間悪いな、そんな。なんなん、ほんと仲間ゲーなんだよ、スプラトゥーン。今回はね。今回ばかりだけは仲間ゲーなんだよ。一人が強くなって絶対勝てないから、よりクソになったね。うん。一人で勝てるゲームじゃなくなったってことは、クソ。うん。ゴミじゃん、だって仲間がクソ弱くてさ、こういう俺みたいな状況、俺もそこそこ強いじゃんね。多分今回で言っても A くらいの実力あるんだよ、弱くなってても。って考えた時に、そういう仲間に邪魔されて負けるっていうのはダメだよね、そうやって。うん。あ、ガチアグラパワーってあったわ、1590って、ね、ガチアグラパワーってなんだよそれ、よくわかんない。どういう基準であったんだお前、マジでさ、迷彩見せろボケ。ノバ強いかな、でも本作あんま強くないでしょ。なんで初動が同じになんだよボケ、落ちてんじゃねえよマジで。初動が同じとかゴミでしょマジで。うわ強、ノバ。え、ノバ強くね。あれで当たるのかな、まあ、あーもうほんと今回あれ強いわ。あれで避けられ、あのその壁が邪魔、引きどころが分かってる。はい、3キル、お猿のジョージ。あ、これ濡れないってきつくね、マジで。どこに何がいるか分かんないんだよね、うん。
カローラとノバ。カローラ。で、どこ行った？地下。うわ、びっくりした。ほぼ死にかけだったから、あ、向こうにいるな、一人。一人でしょ、どうせ。あ、もう邪魔じゃ、文字が。来る、来たね。ノバだな。下か？下だ。で、まだいる？ないね。あ、いるけど。あいつ邪魔だな。どうした？こっち、この寄り方ずるい。これね。これね。乗れよ、誰か！ほんとお前ら無能だ。マジで。やっぱ、ホッカス強っ。どっから来てる？無理。よし、勝った！で、誰が来てるな？来るか、こっち。こっち来てくれるな。うわぁ、ノバ強い。勝った！これ俺のおかげだよ。全部俺のおかげ。俺が全部、その、本当。マジで負けるのが嫌だからもうゾーンに入って勝った。いや、これマジで俺のおかげだから。本当に俺のおかげ。ほら13キル取ってるぞ。キルじゃないけど、本当に俺が冷静にやったから俺のおかげ。うん、本当に俺のおかげ、これはマジで。俺の勝ちと言っても過言ではない。あ、どうしようかな。あと一回勝ったら。今回ランク上がりにくいな。上がりにくい。上がりにくい。なんだっけな。なんか上がり方変わるんだよね。なんかランク20になったら前は。数字制になったよね。なんか変なちっちゃいポイントみたいな感じで。で、今回何がうざいかっていうのと、経験値とゴールドを分けるのが本当に意味がわからない。なんだよ、そのうざいシステムはって感じ。本当。前の方が良かっただもん、全然。だって前の方がちゃんとはっきり分かっててよかった。だから同じ数字なんだけど、入るお金が 1.5 倍なのか経験値が 1.5 倍で全然よかったと思う。なんかややこしくしすぎだよ今回は。本当にゴミだよマジで。うん、何がしてんだよって思った。つまんねえ。でも1の方がもっと面白かったと思う。まあ、確かに筋肉ギアとかがなくなったのはいいんだけど、スペシャルがね、なんかもうあれあれだけ、もうジェットパックだけだよ強いのは。それが全部ザクじゃん。レーザービームなんて、あんなどうやって使うの、あんなもん。あ、全然強くないじゃん、あんなレーザービームとか。あんなクソザクじゃん。うん、とかね、弱いよね今回は。でスーパーアーマー結構強いと思う。スーパーあのインクアーマーは普通に強い。だって倍になるもん。だから三角の武器が六角になって、一角の武器が二角になる。超強い。でもチャージャーとかだとほぼ無理だよね。一発で消されるからあんま強くないね。どこ行った？これはこっち。ああ、もうそれ無理だわ。うん、ちょうどいいとこに持ってかれた。ああいうのがあるから、ああいう落ち方しちゃダメだよね。来るかな。あの人強いな。いたな、なんか強い。普通に一発当ててからの二発だからダメだよね。何が乗ってるのか、スペシャルが回ってて、あー、それきついわマジで。ノバ早く俺使いたい。昔チューブ機だったノバ。カローラも強かったね。今回縦振りが入ってややこしくなってきたぞ。俺は縦振りが難しい今回は普通に。
れに、まあ、インクジャイアントとか。危ねえ。疲れた。こういう力じゃないかな。あ、ビーコンバリア強いな。バリアだとね、ビーコンバリア有能。おお強い。一角とかかっこいいな。どこに上にはいないっけ。それ俺倒されたら二人目追わなきゃ。上から投げてるうざいやついんな。カローラと上から投げてるうざいやつ、なんか投げてきて、ロボット棒投げてきた。で、何投げてきてる。で、降りてきたね。あ、乗ってきたね。あ、強いわ、マジで。爆発早いもんね。無理だよ、イカスピア。あ、全滅した。うーわ、ゴミだ、俺の仲間。なんで俺が死んだらみんな絶滅すんの？弱いよ、お前ら。俺も弱いけどさ。仲間が強くなって、どっかいるわけじゃないけど、上に潜んでった。はい、あ、よし逃げるじゃんって言って仲間が弱いから、第2関門に到着されちゃう。待ってよ、全落ちじゃん、今の。全落ちした、本当に。落ちたね。下に。どこ行った。上がってくるか。バレル好きなのか。あ、マジノバ強いわ、本当に。あ、でもノバなんか、はい、遅いな今回は、前よりは。あー、マジで突破された。もう無理だよ、こんなん。どうすりゃいいんだよ。できるだけのことしてんすけど、なんすかこれ。皆さん、俺だけなんかめっちゃ強くしてくださいよ。なんかもうまず一瞬でもチートください。チート、公式チートください。人数が少ない状態が長く続いたため、腕前、人数が少ない状態が、あ、仲間が弱かったってことか。腕前メーターは変化しませんって書いてんのに、パリってひび入ってんじゃねえかよ。あ、今ので全部壊れたのだ。人数が少ない状態が長く続いたってことは仲間が弱いってことでしょ。それすごっ、運営さん神、まあ、見直したわ運営さん。次で割れんじゃん、悲しい。ちょっとやめていいっすか、もうローディング長いんで。もうゴミ、マジでめっちゃつまんない。ローディング投げんだよ。